えー、ドバイに逃亡中の某元 YouTuber が始めた有料オンラインサロンですが、えー、早速多重決済や解約的ない問題が多発しているようです。普通に考えて自他共に認める詐欺師がやってるサロンなんて個人情報を抜かれて売られたりする可能性もあるし、危なくて入らないと思うんですが、なんで入る人がいるんですかね致 <laughs> 命的には頭が悪い以外で何か理由があると思いますか反射組視からしたら喉から手が出るほど欲しい情報かなと。あの、クレジットカードの情報って結構すぐ手に入るんですよ。 プレイステーションオンラインが流出されたりとか、日本中いろんなサービスがクレジットカード情報自体は流出してるので、過去こういう決済をしてたよねっていう情報自体ってそんなに高くはないんですよね。なので、あの別にそのクレジットカード情報を渡したから怖いかっていうとそこまでではないんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、ただ、あの、お金払う必要あるのかって言われるとどうなのかなと思うんですけどね。はい。 あの、結局、その彼の場合は日本に来ないし、日本で訴訟ができないので、なので本当にじゃあ面白い情報が書いてあったとしたら、それコピーしてサイト作っちゃって、それをなんか、じゃあ例えばじゃあ、その、あの、某、 そのドバイの人のサイトの情報は、あの、ここで書きますよっていうブログをじゃあ僕が仮に立ち上げたとして、で、別人の人の名義でそのサイトに入って書いてることを全部ずーっと書き続けたとして、本質的には著作権法違反で日本で裁判をした場合には、民事訴訟で僕が負ける可能性があるんですけど、 彼の場合、あの、日本にも帰ってこないし、訴訟もできないじゃないですか。だから、割とそれやったとしても文句言えないので、なんかそんなに儲かるんだったら、誰かが多分勝手にコピーして売るとかやり始めるんじゃないかなと思いますけど。